皆さんこんにちは。今日はですね、タイトルが溶かしつけるスタイルか形づけるスタイルかというテーマで、お話ししてみたいと思います。ちょっと分かりにくいタイトルだと思うんですけど、実はですね、先日このウィッグというか、この展開もミディアムカットの展開模型を作って、まあ、これはこれで作り方の動画も、1個作ったんですけれども、まあ、それに関連してですね、ちょっとある方から、ミディアムカットですから側頭部のこれ青いあの針金刺してあるところがあるんですけど、この赤い線が運行線ですから、ここ3つですね、右側にも3つあります。これ側頭部の第5、第6、第7運行なんですよね。で、第5、第6、第7運行っていうのは、上から見た時に長さの関係っていうのはどうなるのか、まあ、正面から見て上にはもちろん長くなっていくんですけど、この上から見た時の、まあ、長さが原型なりなのか、どうなのかっていうことなんですけど、まあ、これは、まあ、その方も、分かってて、それはもちろん当然分かっててと言われたことなんですけれども、この第5、第6、第7運行っていうのは、すくい狩りをするときにですね、第5、第6、第7運行はどのようにカットするかというと、運行角度は60度、先発角度は45度ですね。そしてもう一つですね、この櫛のこの角度ですね、この起伏の角度っていうのの基準があるんですけど、例えば第6運行を見てみると、一つ前の運行、第5運行ですね、その原型の角度に合わす、第7は第6の原型の角度に合わす、まあ、第5はその前の原型に合わすっていうことなんですよ。そうすると頭の形っていうのは、前の方に丸ですから、当然ですね、前の方にこう入ってるわけですね。で、その頭皮に平行ではなくて一つ前ということは、少し前の方が長くなる角度なんですよね。少しです、ほんのちょっとです。第5運行でその一つ前の原型ですから、ちょっと開きます。で、第6運行も、第5運行の原型ですから、ちょっと開きます。ここも開きます。そうすると、どうなるかっていうと、前の方が少し長くなるということですね。上から見た時のこの展開の形がですね、一つの基本なんですが、まあ、そんな中でですね、これは後ろに流す、こういうですね、後ろに流すスタイルなんですよね。で、そんな時に例えばじゃあリーゼントのようなスタイルとかですね、後ろのに流すんだから後ろの方が長くなっていいんじゃないかっていう意見もあるということなんですよね。で、ちょっとそのことについて、今日一つのテーマとして、考えてみたいと思うんですけれども、確かにそうなんですよね。この例えばですね、このウィッグもしですね、まあ、これこんな撮ってますけど、後ろにこれ流すとした時に、まあ、今のこのカットはちょっと違いますけど、短いところから後ろの方にですね、長くなっていったとしたらですね、こっちを切ってこうだんだん長くなっていったとしたら、後ろに流れやすくなるんですよね。で、それはどういうことかというと、髪は短い毛からですね、長い毛の方に流れやすいという、まあ、これ基本ですよね、っていう基本があります。で、それはもう誰でも分かっててこうカットしてることなんですよね。で、それをですね、これちょっとまあレディースで長いスタイルなんですが、まあ、もうちょっと短いスタイルで、まあ、たまたまちょっとあったウィッグでやってるもんですから、そんなにぴったり、この説明にぴったりのウィッグはないんですけど、じゃあこのウィッグですね、じゃあこっちにこう溶かすとして、こういうふうに溶かすとした時に、じゃあこの辺の毛見た時に、今の考え方から言うとですね、レディースの考え方から言うと、ここがですね、短い毛から長い方に、長くなった方がですね、後ろが
短い毛から後ろの方が長くなった方がこっちに流れやすいんじゃないかっていうことなんですよね。そうすると最初のミディアムカットの第5、第6、第7運行と、まあ、ちょっと矛盾してるんじゃないかということなんですよね。で、その時に確かに髪は短い方から長い方に流れる、これはもう基本なんですよね。で、考えてみるとですね、違うものというかですね、これがミディアムカットっていうのは形づけるものなんですね。形づけるものと溶かしづけるものってちょっと表現が適切じゃないかも分かりませんけど、これはこうやってフォルムを作るって分かるように、必要な毛の長さをそこに残して形を作っていくっていうものなんですね。まあこれはこう立たしたスタイルですけれども、まあ、これを寝かした時に原型は前の方がないもんですから、そこにボリュームを持たせるためには長さが必要です。だからこそ長さを残してるということなんですね。だから形をつける、形づけるために必要な長さを残すっていうこのミディアムカットと、それと今度はですね、形、まあもちろんヘアスタイルですから形づけることは当たり前なんですけど、どちらかというとですね、これまあこのスタイルなんかはちょっとこう溶かしつけるような感じなんですね。こうやって溶かしつける、溶かしつけた時にどういうふうに毛が収まるかっていうことを考えてやってるわけですね。だからまあちょっと違うものというかですね、形をつけるものスタイルなのか、溶かしつけて形を作るスタイルなのかっていうことで、その違いがあってですね、同じようなスタイルでもどっちを長くするかっていう違いが出てくると思うんですね。ただじゃあこれですね、こんな短いです、これまあですね、この短い毛の長さに対して5、6、7分とみたいにですね、この角度で切った時にこっちを長くすることって可能かっていうと、それは不可能ですよね。もうここ短いですから。ただ2ブロックならもちろん、2セクションならですね、ここはここで短くしておいて、ここに来る毛はこうやって短い毛から長く、短い毛から長くっていう2セクションでカットするんでしたらいいんですけど、まあ、現実問題このつながったスタイルでこの後ろの方にここを長くするっていうことはまあ無理だと思うんですね。本当にその、まあ、比べるものではないといえば比べるものではないんですけど、やっぱりこういう中にもですね、2つの考えっていうかですね、2つの、まあ、事実があって、まあ、それをどういうふうにするかって使い分けていくっていうことなんですが、こういう基本の形を作るために長さがどれだけ必要かっていう考え方っていうのはですね、もう当然これが基本なんですが、これは、まあ、ある意味毛が立つとか毛が寝るとかっていうことをそんなに、まあ、考えてないわけじゃないんですけど、それよりもむしろピシッと溶かした時に必要な毛があるのか、取るべきところを取ってあるのかっていう考え方でできてるんですよね。今のまあ、サロンヘアなんかで考えるとですね、例えばこの短い毛からだんだん長くなっていくスタイル、毛の長さの組み立てですね、そんな時にもしこの辺りの毛が立つような場合はですね、ピーンと立つような場合にはですね、ミディアムカットの切り方でこうずっとこう切っちゃっていくと、こうピーンと立っちゃいます。そうするとですね、やっぱり収まらなくなってしまいますので、まあ、この立つ部分っていうのはちょっと長さを残すような感じで、まあ何らかの方法でですね、毛をこうちょっと逃がしてカットするというかですね、そういうふうにしたりするんですけど、そうするとじゃあ今度は溶かしつけた時に、こうやってピシッと溶かしつけた時に、こうやって押さえた時にですね、ここはダブってしまいます。それはまあもちろんダブった時に毛量を削ったりしてこう冷めるんですけど、ダブるから、毛がダブっているから、まあ良くない。っていう基本的なもの、スタイルを作るものと、逆にダブることが別にダメではないというかですね、ダブっても別に毛量で調節しないにしてもですね、別にこうやって押さえた時にダブっているからといって毛がピンと立ってしまうよりはいいんじゃないかっていうことですね。だからこれはもう当然両方あっていいということなんですね。基本的なこういう基本的な形、どんなスタイルでもそうですけど、こういう基本的なフォルムという形を作るためのフォルムというものがあって、
まあ、それで形を作るということで、現実じゃあこの部分が立つから、フォルムで言えばですね、ここもっとこんなにこんな風になってるかもしれません。こうなってこっちにつながるかもわからない、それともまたはですね、こうセクション2セクションですね、ここからカクッとこう長さがあってっていう風になるかもしれませんけども、こういう基本的なものと、まあ、現実的なものとの違いだとか、まあ、まあ話元に戻すと、形をつけて形づけるスタイルなのか、溶かしつけてスタイルを作るスタイルなのかという、その違いっていうのがありますので、その元の話に戻すと、側頭部のですね、第5、第6、第7運行は上から見た時には前の方が開いて長くなります。だけどスタイルによってはですね、髪の毛は短いところから長いところに流れやすいという毛束の原理がありますので、まあそういうところも当然考えながら、まあ、いろんな状況に応じて考え方を当てはめていくということが、まあ、大事ではないかなというふうに思いました。今日は、この展開図からですね、まあ、ある方の、まあ、課題をいただいたというかですね、側頭部の長さっていうのはどうなんだ、後ろに流すようなスタイルの場合でもこれでもいいのかっていうようなことからですね、今日はちょっと説明させていただきました。はい、以上です。